どうも !VR ゲーム大好きザ・タボーズと申しますということで、今回はですね、トイレットタワーディフェンス遊んでいきたいと思います怒っちゃった。はい、というところでね、今日はですね、まあね、せっかくね、アップデートもね、来たというところなので、まあ昨日ね、動画出させていただいたんですけど、今日はですね、企画をやっていきたいと思います。その名も、ウーマン縛りですね、やっていきたいと思いますはい。まあ、というのもですね、なぜこの企画をね、ちょっとやろうかなって思ったのがですね、はい、こちら、昨日ですね、そう、視聴者様からですね、なんと、そう、今回ね、アップデートで追加された、メイスカメラウーマンですね、こちらをいただいたんですよね、そう、なので、まあ、ちょっとこれをね、まあ、せっかくのね、ちょっといい機会だと、ザダさん捉えましたので、今回ですね、このカメラウーマンとかね、〇〇ウーマンのウーマン系のキャラを使ってですね、ナイトメアやっていきたいと思いますので、ちょっとね、遊んでいきたいと思います。はい。というところで、まあ、本当にね、ありがとうございます。いつもね、もう絶対皆さんこれ無理しないでくださいね、これ。本当にね。これ何度も言うんですけど、ザダさんもですね、これね、送ってね、いただいてはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、全部が全部ちょっとユニットをね、使ったりだとかっていうことはね、ちょっとできないので、その辺はですね、ほんとご了承いただければと思います。とはいえですね、いただいたユニットに関しましては、こういった形でね、動画で紹介させていただければと思いますので、まあ、ぜひね、本当に、無理しないでください。本当にね、もう本当にありがとうございます、皆様。はい、というところで、ちょっとね、そう、メイスカメラマンをね、いただいたんですよ、メイスカメラウーマン。そして、あと、長ちゃんですさんですね。いつも面白い動画見させてもらってます。そんな強くないユニットだけど、お許しを動画投稿頑張ってください。ははーというところで、ありがとうね。ありがとうございます。ね、それからピギープレイヤーさん、ハローというところで、本当ありがとうございます。そう、テレビウーマンもね、来てね、いただいてるので、ちょっとね、ミズさんのですね、テレビウーマン、これもね、ちょっと使わせていただければなと思います。そして、新しい、リクヤスさんですね。いつも動画見てますというところで、ありがとうね。グリッチカメラマンもいただきました。はい、というところで、またちょっとね、いろんな企画やっていこうかなと思うんですけど、今日はですね、まあ、ウーマン縛りでやっていきたいと思いますので、ぜひね、最後まで楽しんでいってください。というところで、じゃあですね、ちょっとウーマンのキャラクターをいただきたいと思います。本当ありがとうございます。さあ、それではですね、今回はナイトメアですね。こちらをやっていきましょう。ちょっとクリアできるかわかんないんですけど、頑張ってね、やっていきたいと思います。それではスタートというところで、さあ、始まりました。トイレ HQ ですね。やっていきましょう。まずはどうしようかな。ちょっとね、ピアシング効果がついている。どうしようか。ここら辺に入れとくか。ね、ちょっとピアシング効果がついてるんでね。ちょっとここに設置してやっていきましょう。ちょっと待って。これさ、こんなウーマン縛りっていうかさ、こういうキャラクター、普段使ったことないキャラクターがいっぱいなので、ちょっとあれなんですけど、あ、でも待って、これさ、メイスカメラウーマン、初期コストよ。めちゃめちゃ設置しやすいね、これ。250だから。あ、これすごいね。しかも、レンジも広いし、スローイング効果がついてるし、これは、ちょっといけるのではというところなんですけども、まあ、まずね、そうだよね、ファーム系もちょっと設置していこうか。これ初めて使うな、このファーム系。おお、すごいあ、これもしかして強化していくと増えていくのかな。おお、面白いね。やっぱこう、普段使ったことのね、ないキャラをね、使うっていうのいいですよね。やっぱこういう縛りを入れると、ね、いろんなキャラクターのね、こんな能力あったのかっていうのがわかるので、ね、やっていきましょう。もう絶対ちょっとね、もう勝ちに行きたいと思います。ちょっとこれスキップ入れとこう。ちょっと待って、とりあえずまあ、安定のファーム系はまあ3つ設置ですよね、3つ設置。さあ、というところで、ちょっと大丈夫？とりあえず大丈夫かな？これ待って、初期が、あ、でもダメージ、これ強いね。初期、設置直後ダメージ1500出せるって結構強いんじゃない？ちょっと待って。さあ、というところで、今のところは大丈夫だね。ちょっとスキップ入れちゃおうか。スキップ入れて、じゃあこれもちょっとやってこうか。どうしようかな。これは、この辺かな？まあ、範囲が。この辺入れとく、やっとくか。よいしょと。ね。おー、メイスカメラウーマンというところでね、これね、プランジャーマンのね、プランジャー持ってるカメラウーマンなんだよね。うわー、すごい、これ。めっちゃ強いんじゃない？これ。お、待って、音がカーンってなってるよ。めっちゃ痛そう。めちゃ痛そう。あーっていうところで、ちょっと待って。そうか、これ150で設置できるんだ。よし、オッケー。さあ、3つ設置したよ。はい、っていう感じで、じゃあちょっとね、ガンガンやっていきましょう。さあ、というところで、ウェーブ10までやってきました。さあ、なんとかね、今、耐え忍んでる状況なんですけども、やっぱメイスカメラウーマンが強いですね。そう、これがなかなかに強いですね。あ、やばい、眠っちゃった。やっぱりね、トイレのスローイング効果がついてるんでね、これがほんとありがたいですよね。さあ、というところで、ちょっと待って、スキップも入れつつ、さあ、ファームもね、強化していきましょう。はい、こんな感じかな。お、で、これもじゃあアップしていきましょう。さあ、レベル3で、あ、1500になったのね。はいはいはい。お、すごいすごいすごい。めちゃめちゃ、すごい。メイスに引き続いてすごい。10も追加されてんだ。めちゃめちゃ激しいキャラになったね。さあ、というところで、ちょっと待てよ。そう、これサンタテレビと違って、これ入るコインがそこまでね、多くないんで、ちょっとこれも強化していこう。よいしょ。ね、こんな感じで。よし、これでとりあえず、ファーム、あ、待って、これもう一段階できんだ。もう一段階、1000まで上げれるんだね。さあ、というところで、ちょっと待てよ。こんな感じで、いけるかな？ちょっとこれね、本当に、ね、タイタン系がそういえばね、一人も入ってないんで、ちょっといけるかどうかわかんないんですけどね、まあちょっとね、ガンガンやっていきたいと思います。さあ、というところで、ウェーブ20までやってきました。今、現在の状況はこんな感じとなっております。今、メイスカメラウーマンがですね、はい、飛び始めました。はい、ジェットパックで。ね、今このメイスカメラウーマンですね、1人が今レベル5マックスなんですけど、今これダメージ7500のクールダウン 0.5 なので、まあこれでダメージパーセカンド3万ですね。そう。で、今ファームをですね、マックスまで仕立てて、はい、今ちょっとこっちのね、メイスカメラウーマンもね、レベルを上げてるんですけども、わー、これどうしよっかな。メイスカメラウーマンを上げてくかな。やっぱね、これ範囲がね、めちゃめちゃ広いんよね。はい、というところで、まあちょっと今回新キャラでもね、ありますので、ちょっとメイスカメラウーマンをはい、ちょっとこれでね、今2体レベルマックスにしました。じゃあ次はちょっと待ってどうしようかな。一応ちょっとこのね、キューピッドカメラウーマンも、あ、それなりに待ってこれ上げれたら、あ、これね、ダメージ9000だからね、まあまあまあ、なかなか強いんじゃないの？さあ、というところで、で、これでキューピッドカメラ、キューピッドカメラウーマンも、広いね。めっちゃ広いやん、これ。あ、レンジ5、あ、でもこれでレンジ50なんだ。すごい、めっちゃ広く感じる。さあ、というところで、ちょっと待って、じゃあどうしようかな。次、やっぱメイスカメラウーマンがこれは攻略の鍵になるのか。まあ、これもじゃあちょっと強化していくか。よいしょ。さあ、どんどんやっていこうというところで、はい、今、ウェーブ24だから、もうすぐで折り返し地点ですね。さあ、というところでガンガンやっていきましょう。さあ、というところで、ウェーブ41までやってきました。はい、今のね、現在のユニットの状況はこんな感じとなっております。だいぶメイスカメラウーマン頼みになっちゃってるんですけど、いや、このメイスカメラウーマン強いですね。何が強いかっていう、まあちょっとザタさんの体感レベルなんですけど、割とね、すぐこう、そこまでね、レベルマックスにするまで、まああんまりコストがね、かかってないのかなっていうところと、あとやっぱりね、この範囲も広いですね。レンジの広さと、あとトイレのね、スローイング効果、これがやっぱ強いですね。まあなんですけど、一応ですね、まあ、各ユニットはですね、まあ、全部ね、ここに今ヒーラーをね、設置してね、で、今これ、スピーカーウーマンですね、刀スピーカーウーマンをこことここに今設置してるんで、まあ、一応ね、全ユニットはね、ウーマン系は今全部ですね、設置してるっていう感じですかね。さあ、というところで。いや、これはね、強いよ。これ強い。メイスカメラウーマン強いね。これ意外とちょっとタイタンいないから今回、やばいかなと思ったんですけど、そんなこともなく、全然苦戦もね、今のところしてないんですよね。さあ、というところで、ウェーブもうね、42まで来たんですけど、もうちょっとどうしようかな。やっぱこう、メイスカメラウーマンが強いな。ゴリゴリにダメージをね、削ってくれるからね。ああ、すごい。まあ、もうこの辺ファームいらない。これがじゃあ、ファームもういらないから、このもうちょっとメイスカメラウーマン設置しちゃうか。メイスカメラウーマン祭りだね。まあ、やっぱ新キャラは強いね。新キャラは強い。このトイレのスロー、特にね、スローイング効果がついてるのがね、これ強いですよね。さあ、というところでもうウェーブ43まで来ましたよ。さあ、もうここまで来たらですね、もう一気にですね、もうウェーブ50までやっていきたいと思います。さあ、ということで、ウェーブ49までやってきました。はい、今こんな感じとなっております。もうすべてのね、もうファームをね、もう今売り払って、もうね、今キャラ、もうね、全キャラユニットにね、全振りしております。はい。ね、このヒーラーテレビウーマンもね、新たに設置して、まあ、ちょっとメイスカメラウーマン頼みなところはあるにはあるんですけど、またここにね、新たにちょっとね、キューピッドカメラウーマンも設置してみました。さあ、どうなるここでいけるかというところで、さあ、まあ、でもゴリゴリやっぱ削ってくれるね、メイスカメラウーマン。まあ、やっぱ強いね。強い、メイスカメラウーマン。さあ、というところで、おし、いいぞ、よし、これで、はい、ラストウェーブ50来ました。さあ、いけるのかどうなのかというところなんですけども、まあ、これはまあ、ちょっと今回ね、かなり勝ちにいっちゃったんであれなんですけど、まあ、でもね、やっぱりでも一つ思ったのが、これね、ウーマン系のキャラって結構、設置コストがね、割と抑えられてるんで、これすごくね、いいのかなと思いましたね。設置しやすさがすごくね。はい、というところで、あー、もうボス来たよ。お、ゴリゴリ削っとく。ゴリゴリやん。ゴリゴリ。きたー、よっしゃーウーマン縛りクリアしましたまあちょっとメイスカメラウーマン頼みなところはあったんですけど、なんとかクリアできましたよ。というところでね、ロビー戻っていきましょう。はい、ということで、いかがでしたでしょうか？トイレットタワーディフェンスですね。ウーマン縛りということでチャレンジしてみたんですけど、なんとかね、無事クリアすることができました。ナイトメア。まあちょっとね、メイスカメラウーマン頼みなところはあったんですけど、まあでもやっぱこのキャラ強いね。スローイング効果がついてるのがやっぱりこれ強いよね。まあプラスですね、こうね、ウーマンキャラってね、まあさっき動画の中でもお伝えしたかと思うんですけど、設置コストがですね、だいぶ抑えられているので、まあこの辺がね、勝因にね、繋がったのかなと思うんですけど、まあちょっとまたぜひですね、皆さん、もしよかったらね、こんな企画やってみてくださいとかですね、こんな縛りやってみてくださいっていうのがありましたら、ぜひですね、皆さん気軽にコメントしちゃってください。はい、ということで、本日はこれにて動画終了したいと思います。引き続きですね、こちらのチャンネルではですね、まあ普段は VR ゲームとかをですね、動画投稿してるんですけど、まあロブロックスゲーとかですね、トイレタワーディフェンス、引き続きですね、含めて、まあ、動画投稿していきたいと思っておりますので、もしよかったらぜひチャンネル登録、グッドボタン、そしてベルマークのところですね、通知ポチッとね、オンにしていただけるとめちゃめちゃ励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。トイレットタワーディフェンス最高！